カエツノーバス、カエツノーバス株式会社、カエノーバス、カエツノーバス仕様、LTD は、富山県西部を中心に、路線バスを運営するバス事業者。かつては、カエツノー鉄道と称し、鉄道、軌道を保有していたが、2002年の万葉線上等、最後に、鉄軌道事業から撤退し、2012年には、社名も、現行のものへ変更した。 富山地方鉄道の連結市会社である。路線バス事業のほか、貸切バス事業や旅行業、保険内利店業、スポーツクラブ事業も行う。高岡市を中心に、姫見市、小矢部市、都並市、南都市、伊水市にて路線バス事業を展開し、一部は富山市、富山大学附属病院線のみ、石川県金沢市にも路線を伸ばしている。 高岡営業所、本社のほ他、日見営業所、都並営業所がある。かつては、親部市などにも営業所を有していた。オフした路線は、生活交通路線の指定を受け国、富山県、岐阜県、沿線市町村の補助を受けている。北陸新幹線の長野駅、金沢駅間開業に、 先立つ2015年3月10日より、高岡駅南口から新高岡駅間を7時台21時台において10分間隔の高頻度運行を行っている。富山県西部6市と両駅を結ぶことや、両艇流所を毎時06、16、56分に発車することから、シャトル6の愛称が付けられている。実際の運行上は、高岡駅と 各方面を結ぶ路線において一部の便が、当該区間に乗り入れるというものになっている。路線や便によっては、高岡駅前高岡駅南口間、新高岡駅再生会高岡病院間は運行、経由しない場合がある。なお、上花駅前発着の区間便は、世界遺産シャトルと呼ばれ、一般路線車両が使用される。突起なきものは、 すべて2015年3月10日のダイヤ改正で廃止された。長らく三菱不走、日野自動車の2社だったが、2004年に日産デイゼル、当時、ゲン、ドトラックス、2011年には、イスズ自動車製が加わり現在は4社体制になっている。三菱、日野で8割を占め日産デイゼル、イスズは少数派である。また、全体の約9割が中型車であり、 大型車は2010年現在5台のみである。低小型バスを積極的に導入している。1997年から1999年にワンステップバスを5台導入し、2000年以降、日の HR9 メートル車を中心にノンステップバスを増備している。2011年8月現在コミュニティバスを含め36台で。 1999年の新車より LED 式方向膜を採用しているほか、ワンステップバス4台も LED 式に改造している。2007年には保有する一般路線車すべてにデジタルタコグラフを導入している。カラーリングは1998年までに導入された車両及び後日の中古車両、低床型バスを除くには、クリーム色をベースに赤色と、 青緑色のラインを用いた西部バスに似たデザインを採用していたが、1999年に導入された新車より、ライトグリーンをベースに白色と緑色のラインを用いた現在の衣装に変更された。また、2015年8月1日からなんと、金沢線において、なんとしに本社がある、PA ワークスが制作したテレビアニメ作品のキャラクターが描かれた。 ラッピングバスが運行している。同社はかつて、日見営業所が、日野社、都並営業所が、三菱社に統一されていたが、最近は日見営業所にも、三菱社、日産ディーゼル社が在籍するなど崩れつつある。なお、高岡営業所、本社は、以前より4メーカーが揃っている。長らく、日産ディーゼル、富士重工業、または、 西日本車体工業製車体に統一されていたが、2008年には、三菱不走からの OEM 車種である、スペースアローエーが導入されたほか、同年以降は、日野、セレガも増備されている。また、2006年頃には、西武バスから車両1台、日産ディーゼルスペースウィングが移籍してきた。椅子図を除く3車になっているが2002年以降は、三菱不装をメインとして導入しているため、 三菱車の比率が上がっている。三菱車においては、親会社の富山地方鉄道と同様、1992年までは、クレハ自動車製ボディで導入されていた。エアロバス系を所有しているほか、かつては、キュービックスタイルのサンシャインデッカや、エアロクイーン系も活躍していたが2000年代前半、頃までに、全社引退している。前述の通り2002年以降は、エアロバスをメインに、 三菱車を多く導入し、2008年には新型エアロクイーン、2009年にはエアロエースが増備されている。2006年2007年にはリフト付き大型バス、日産ディーゼルスペースアローを2台導入し、多様化するニーズに応えている。カラーリングは富山地鉄と同様、クリーム色をベースに、オレンジ色と茶色のラインが入ったデザインだったが、2002年から2007年に、 導入された車両は独自のデザインを採用している。これは火の鳥をモチーフにしたフェニックスカラーと呼ばれるもので、スーパーハイデッカーではピンク、ハイデッカーではイエロー、中型、小型車にはパープルを採用し、在来車の一部も塗り替えられていた。なお、高速路線車も2003年の新車より同様のデザインを採用したが、こちらはオレンジ色である。 2008年4月に同社及び、富山地鉄、富山観光バスと共に、貸切バス受注部門を統合したことを契機に、同年の新車2台、車種は前日より白色とピンクを基調とした新グループ共通カラーが採用された。フェニックスカラーを含む既存の車両も順次塗り替えを進め、2011年頃までに完了させる予定である。同社はこれまで、 積極的に新車を導入してきたが、2006年以降は大手事業者からの中古車も導入されている。一般路線車では2008年秋より、神奈川中央交通を中心に西部バス、ライフバスからの中古を導入していて、2009年には、赤石市交通部からの日産デイゼル、RM ノンステップが導入された。また、貸切車でも2006年以降は、新車と同時に、 他事業者からの中古車も導入している。方向幕は前述の LED 化される前は、幕式が採用されていたが、富山地鉄とは異なり色分けはされておらず、すべて白地で、系統番号が表記されていないほか、一部を除き、境地は青地、行き先は黒地で表記されている。スポーツドームヤアーズを高岡市で運営している。高岡軌道線。 新港港線は、万葉線という愛称で一体の路線として運行されていた。しかし、旅客数の伸び悩みなどにより、下越能鉄道は、万葉線の廃止、バス代替の移行を示した。地域住民や自治体から反対運動が起き、2001年に高岡市、新港市が中心となって、第三セクター、万葉線株式会社を設立して存続することとなった。 2002年2月、カ越能鉄道は、万葉線株式会社に、万葉線の事業上等を行った。カ越能鉄道の本来の設立目的である、カ越能高速鉄道計画は、富山金沢、高岡七尾の2つの路線の計画があった。富山金沢についてはすでに、北陸本線があるが、カ越能鉄道の計画は、両都市を直線上に結び、かつ、 北陸本線が非電化の時代に電車を使用し、国鉄の半分の時間で走るというものであった。1953年、昭和28年2月27日に両路線の免許を申請し、1954年、昭和29年5月に免許が降りたが、免許されたのは富山金沢のみで、高岡七尾については保留とされた。 富山金沢間の経営地を高岡に変更した上で1959年昭和34年12月に工事認可が下り、電鉄富山駅対向山小杉町原因水市から私鉄高岡駅の路線について用地買収を開始した。1965年昭和40年頃までに予定の半分まで用地買収が終わっていたが、 モータリゼーションの急速な進行により、下越能鉄道、私鉄とも乗客が減少したことや、北陸本線が電化され、スピードアップが行われたことなど、情勢の変化により、1970年、昭和45年に計画中止、翌1971年、昭和46年に企業廃止を申請した。買収された、線路用地は、富山県に買い上げられ、 中央サイクリングロード、富山県道370号富山昭川、小矢部自転車道線の一部として転用されている。予定では、電鉄富山駅を起点として、富山市街地を、松川右岸の高架線、安野屋を経て神通川を渡り、新富山、富山大学の南側、下野寺町を経て、呉れ葉丘陵を、トンネルで抜け、花の木、黒川、太閤山、水戸電。 正川を渡り、蓮華寺、王の新高岡駅というルートとなっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。